始まってますかね、うん、はい、せーの、皆さんこんばんは。僕が見たかった青空の持永真奈と木下愛です。せーの、よろしくお願いします。はい、この配信は乃木坂46公式ライバルとして結成したアイドルグループ、僕が見たかった青空、通称僕青のメンバーが週替わりで2人ずつ登場するショールーム配信です。番組ハッシュタグはハッシュタグ僕青ショールームなので、ぜひ投稿よろしくお願いします。よろしくお願いします。3回目の出演です。ねえ、ね、もうコメントもたくさん来てて、うん、コメントをこっちから見れる。あ、本当だ、嬉しい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、前回は誰とやったの？私ね、前回はゆきちゃんとの配信で、うんうん、あ、ゆきっちと、そうそうだ、見た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 、もうまさにね、親子の配信って感じで楽しかったので、うん、かったね、結構ね、今日も盛り上がってて、まなちゃんと楽しんで、うん、はい、やろうと思います。よろしくお願いします。で、昨日もね、握手会で、うん、一昨日も握手会ってことで、うん、もうね、3日連続会ってるっていうか、話せてる人もいるから、それが嬉しい、うん、嬉しいね、うん、ありがとうございます。え、この2人の関係性は、関係性よく一緒にいるね。うん、そうだね、うん、レッスンとかもね、いつも一緒に、ね、ダンスとかも教えてくれます。あと頼ってます。あとお菓子いっぱい、お菓子与えてます。そんなに食べてません。食べてるでしょ。なんか私持ってたら帰ってくる。圧、圧が、はい、嘘です。なんでそんなね、食べて、うん、自分でもそんな食べてるつもりないんだけど、まなちゃん何食べてんのってくる。それはやっちゃいます。いいの、あげます、いつでも来てください。やった。そう、嬉しい。え、今日は何して過ごしてたとかある、うん、今日はね、うん、頑張って、この配信のためにね、うん、この服装とかもう考えてきて、うん、そう、めっちゃ悩んだの。めっちゃ怖いの、これ悩んだんです。はじめはもっと違う服装で来ようと思って、うん、でもそれがちょっとね、大きくて、あ、大きかった、そう、サイズが合わなくて、うん、頑張って縫おうと思ったんですけど、うん、ちょっと無理でこれにしました、買いました。かわいい。なんかいつもさ、結構ガーリー系着てるじゃん、うん、だからガーリー系、あー、そう、パーカーが珍しくて、そう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 、どうですか、かわいい、どうですか、皆さん、かわいい、あ、嬉しい。かわいい、かわいい。あいちゃん、まなちゃんの印象は、うん、印象え、なんかもう声からおっとりって感じで、うんうん、もういつも癒されてるから本当に可愛い。あ、ありがとう。そう、私も妹みたいで、すごい可愛い。嬉しい。無邪気、本当に無邪気で素直で可愛いです。ありがとう。感謝を伝える会みたいになっちゃった、はい。え、あと洋服のポイントは、うん、っていうのも来てた。ポイント？ポイントは全身真っ白なんで、見えるかな、このスカートなんですけど、そう、セットアップなのね、かわいい、うん、全身真っ白で真っ白、言葉が思いつかなかった、かわいいよ、真っ白で、うん、素敵、そうシーパールもついててかわいい、ね、まなちゃん、まなちゃん、私は大きい襟かな、うん、かわいい、そう、赤ちゃんじゃん、結構服かわいすぎちゃうかなって思ったけど、あ、どうでしょう、大丈夫かな、なんかね、そういうの私が着ると赤ちゃんの、え、そう、だからあの、ちょうど合わせていい感じにしようと思って、あ、そういうことね、あいちゃんの時着ようと思って、なるほど。どうでしょう、皆さん、うん、みんな可愛いって言ってくれてる、あ、待って、あいちゃん身長伸びたって、比べてみる、え、そう、私もね、伸びたかもって言われてるんだよ。あ、そうなの、そう、二十歳ですけど、そう、国家にね、もち伸びたって言われた、一回立ってみて、立ってみる、ね、服装もここで見せるチャンスだから、チャンス、そして身長も、身長差こんな感じです、絶対に越させません、絶対に越させない、愛ちゃんにはまだちょっと差があった、差がある、どれぐらいだ、まあね、うん、リコちゃんに追いついてなかったの、リコちゃん、そう、リコちゃん何センチ、多分2番目に、うん、自然と恋人つなぎしてくる、いつも、そう、戻りましょう、今頑張ってね、伸ばそうと思って、うん、牛乳に、うん、ココアみたいな、身長が伸びるココアみたいなのを入れて、ね、私も飲んでるんですけど、うん、なかなか伸びない、伸びない、そ
私もずっと飲んでたの。あ、そうなの。そう、伸びた。あ、伸びる。やっぱ普通にご飯いっぱい食べていっぱい寝るのがいい、ね。そうだね、うん、食べますご飯自然と恋人つなぎあざといって、ね、いつもね歩いててもこうなっちゃうのね。そう、こうなるのいつも。そういいですね、うん、仲良さが分かったところでも次行っちゃう。はい、行きましょう。よし、次は、あ、うん、お願いします、はい、アイスちゃん。はい、じゃあここからはグループの活動に関するトークをしていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまずトークの前にちょっとお知らせをさせてください。はい、僕が見たかったワンマンライブボリューム 0.5 が3月20日、20日、20日って言うのかな、うん、20日水曜日に山のホール代々木、各代々木で開催されます。はい、当日お越しいただける皆さん一緒に楽しみましょ う。え、もうちょっとだよ、明後日だよ。でも毎日もレッスン頑張ってるから、ね、うん、もうね、めっちゃ期待しちゃってください、ね、頑張るよ愛ちゃん、うん、頑張るね、頑張る、はい、楽しみです、すごい、うん、あともう一つね、うん、もう一つ、私たちが参加するオンラインお話し会が3月22日金曜日と3月24日日曜日に開催となります。3月22日の販売は終了してるんですけど、3月24日の開催分は3月20日水曜日23時59分まで購入できるのでお待ちしています。お待ちしています。楽しみ。ね、お話し会はね30秒も話せるから、うん、そう、いっぱいね、たくさんのこと話せるので、もうぜひ待ってます。待ってます。話したいことは私たちもたくさんなので、うんうんうん、ぜひ来てください。待ってます。そして次のお知らせは、うん、次回の僕青全国握手会は福岡にて開催されます。福岡、うん、行ったことあるない。そう、私もないの。結構遠いもんね、東京から福岡って。そうだね。そう、3月31日日曜日は福岡国際センターにてお待ちしています。ライブは、ライブは観覧無料ですので、無料無料、ぜひ遊びに来てくださいね。ちょっとね、うん、福岡遠いけど、うん、でもね、いつも毎回来てくれる方とかもいて、うん、昨日とかもね、うん、愛知県での握手会だったんですけど、うん、もう毎回来てくれる方もいて、ね、本当に嬉しいので、ね、福岡も来てください、ね、ぜひお待ちしてます。そしてもう一つお知らせです。坂道の向こうには青空が広がっていた、うん、次回の放送は3月19日火曜日24時25分から24時55分で放送されます。ぜひご覧ください。見てください。見てください。なんだっけ、次回は何やるんだ、お知らせ出てたの。なんだっけ。お楽しみにしててください。うん、そして個人的なエピソードトークはありますか。そうだね、なんか。じゃあここからは個人のお話をしていきたいと思います。うん、はい。行きます。これね、個人的な。あ、私あるよ。一個。昨日、うん、それこそ愛知で握手会があって。名古屋飯を食べ損ねちゃって、だからお土産で、お家でできる味噌煮込みうどんセットっていうのを買いました。そう、私もね、うん、愛知県で特に、うん、あ、待って待って待って、お土産買ったんだ愛知県。あ、買った。そう、でもね、何買ったの忘れちゃった。何食べた、何食べた。うんとね、ポテトを食べ、全然愛知県っぽくないんですけど、ポテト食べましたね。みんなで、ね、なんか某ファストフード店にて、ね、こっちでも食べれるのに名古屋で食べちゃってたね。そう、美味しかった。美味しかった。安定に、安定に、ね、安定に美味しかったみたい。はい、そして皆さんは何をしていましたか。あ、何してたか今日ね、あ、そうだ、昨日愛知にね来てくださった方も、そうそうそう、愛知のご飯食べれましたか。なんかね、たくさんね握手会とかで愛知県のご飯をおすすめとか聞いてくれる方もいて、うん、そうね、だから食べたかなって、うん、いっぱい食べてるといいね。そうしてくれる方もいたね、これ食べてねって。そうそうそう、いたいたいた。あの昨日レンがスーちゃん、マナちゃん、私で、そでそうね、運命が盛り上がってたね、なんか、うん、教えてもらいました、たくさん、うん、気になったのあった、ご飯で気になったのね、うん、名古屋飯。それこそ差し入れでさ、うん、たくさんいただいた
から、うん、気になったのあった？待って、あったよ。私ご飯ね、いっぱいひつまぶしでしょ。ひつまぶしね、手羽先と、うん、味噌カツとか。あ、味噌カツ、うん、味噌カツ確かに食べたかったな。今度食べよう、うん、食べ行こう。あとは、うん、愛知県、なんかあるかな。あ、福岡では何を食べたいって来てる、うん、福岡はなんかね、ラーメン、博多ラーメン。そうだね、みんな食べたいって言ってるのは博多ラーメンです、うん、食べたいラーメン。あとなんだろう、福岡で有名なものなんかあったっけ。福岡で有名なもの、うん、たくさんあるよね。カステラ、カステラ、あ、長崎だ、長崎だ、カステラ。福岡は、ね、あんまり分からなくて、すごい楽しみ。うん、確かに、あんま分かんないかも、うん、あ、明太子、明太子、あ、明太子だ、明太子、博多。あ、そうだ、明太子大好きなの、明太子だから楽しみにしてます。よく食べるの？よく食べるし、それこそメンバーとたらこスパゲッティの専門店によく行ってた。そう、ブログにもいっぱい書いてたんですけど。あ、私も行ったことある。あ、本当？ある？あるわ、タラコスパゲッティのなんか、うん、お店？お店行ったことある。あ、行ったことあるの？うん、今度一緒に行こう。うん、行こう。行こう。いっぱいあるよね、行きたいところが、うん、あ、もつ鍋とかもあるね。あ、そうそう、うん、愛知県で私がお土産で買ったものを忘れてたんだけど、うん、あんこの、うん、有名。そう、有名だから買いました。あんこ買ったの？そう、あんこ、あんこだけ？え、違う違う、お餅とあんこが乗ってる。そう、お菓子。そう、あ、いいな、お菓子っていうか、うん、そう、お土産を買いました。いいね、素敵、食べたいな。うん、そう、あんこのも、そう、お土産、そう、甘いの買いそびれちゃって、でもいただいたのがね、たくさん甘いのあったから、嬉しかった。そう、あ、そう、あ、なんだ、うるさい、赤服、赤服、ありがとうございます。赤服です。あ、昨日買ったやつ。そう、うん、愛知なの、赤服って。そう、愛知にも赤服が売ってたから、うん、前ね、あの、大阪にも売ってるの、赤服って。うん、あるよね、だかもしれない。で、そこでミンサちゃんに赤服を、あ、そう、一口もらって、うん、それが美味しすぎて、ね、もらったかも、ミンサに。なんかこれ食べれるもんって言って、うん、ミーサすごい、あの、一箱全部自分で食べようとしてたのに、結局なんか半分もいかないまま、もう大丈夫かもって、あげるって言われて、美味しすぎて買いました、うん、私も同じの。美味しかった、うん、いや、あ、ミエです。あ、ミエ、でも近いからあ、近いからね。そう、大阪にもあったんでしょ。ん、大阪で買ってたんでしょ、ミーサ。そうそうそう美味しいからね、赤服はいつ食べても美味しいので、うん、いつでも美味しいので食べました、はい。ね、皆さんもすごい楽しんでくれてるみたいでね、はい、うん、愛知県来てくれた方は、うん、すごいいっぱいコメントありがとうございます。うん、本当に読んでます。あ、なるほど、赤福、大阪と京都と奈良と三重県と名古屋って買えるの。へえ、すごい、よく物知りなんだ、すごい、ね、すごいありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私のエピソードトークもしてもいい？あ、もちろん、あのね、もちろん、私はブログにも書いたんだけど、うん、ゆりあちゃんと前ご飯食べに行って、うん、でそれで旅行に行きたいねっていう話をしたんですよ、その時に。そう、うん、どこ行きたいって話をして、うん、福岡に行きたいって。お、あ、福岡じゃない、間違えた、韓国です、韓国に海外旅行に行きたいっていう何がどうして間違ったんや、話をしました。あ、福井じゃないの、福井かと思ったよ。あ、ゆりちゃんの地元だから。あ、でも福井も行きたいですね、うん、いつか。え、みんなで行けたらいい。韓国、また急に、なんで韓国？なんかゆりあちゃんが韓国行きたいって言ってくれた。あ、そうなんだ、いいな、多分好きなのかな。私も行きたいな、ね、韓国。みんなで行きたいな、うん、いつか海外旅行とかも行けたりして。海外旅行っていうか、海外行ったことなくて私。え、そうなの？そう、からそれこそあれ、この前飛行機に乗ったのも初めて。そう、北海道で飛行機乗ったのも初めてで、だからちょっと旅してみたいかも、いろいろ。どうだった、飛行機？怖かった？最初は怖くて。あ、怖いよね。隣にあやちゃんがいたの、だからずっとあやちゃんにか、うん、ってかずっと耐えてたんだけど。かわいい。そう、あれ、出発したら全然なんてことなくて、うん、あ、そうなんだ、大丈夫だった。すごい、うん、すぐ寝た。私ね、飛行機は結構乗ったことあるんだけど、うん、そう、でもね、耳がピクピクするのが、あ、なんだ、そう、圧力の関係でちょっと耳ピクピクするのが怖くて、うん、まあでも楽しいからいいけどね。
確かに楽しかった。帰りは楽しかった飛行機。あ、そう。行ってみたい。うん。ね、そしてそうだね。じゃあそろそろこれでも次行っちゃうか。企画行っちゃいますね、はい。今日はこんな企画をやります。じゃん、僕はペディア。イエーイ。ルールを説明します、うん、はい。私たち僕青のことをもっと深く知ってもらうための企画です。ネットのなんちゃらペディアに載りそうな、ね、自分自身の初出し情報を発表しましょう。初出し情報ね、はい。子供の頃の話、失敗談、奇跡体験、意外な趣味などなど、初出し情報なら何でも OK です。初出しかはあるかな。そう、たくさん情報を出して僕青ペディアを作っていきましょう。はい。あ、初出しってなかなかない。なんかね、結構ブログに書いちゃうから、ね、そう、私ね、うん、なんかね、あったらね、すぐね、ブログに書いちゃうタイプで。私もなの。え、ちょっと書いていこう。あ、早速このボードに書きます。書きます。すごい、かわいい、かわいい。このボードめっちゃかわいい。ショールームボード。お、すごい、前のが残ってる。よし、じゃあ書いちゃおうかな。書いちゃいますね。よいしょ。あ、な、あんまりね、難しいね、これ。うん、どの色？いやいや、好きなのよ。じゃあ黒。はいよ。じゃあ赤にしようかな。よし。じゃあ茶色にしよう。青にしよう。あれでしょ、初めて皆さんが聞くようなこと？うん。なんかあるかな？かな、初出し情報。うん、じゃあこれにしよう。待って、もう見えちゃってるかな。あ、見えてない。じゃあ置いて書こう。気をつけてね。うん、まあみんなはね、ちゃんと守ってくれるよ。見てくれ、見ないよ、このボードを。うん、よし。初出し情報か、すごいね。僕はペディアって作られるんだね。え、ね、楽しみ。これさ、みんなのさ、そう、23人でやって、うん、全部なんか表みたいにまとめて一回やってみたい。あ、ね、うん、すごい、みんなの意外な一面。うん、よし、これでいいや。よし、できました。はい、できました、私も。よし、じゃあ、どっちから出す？じゃあ、私からいっちゃいます。まなちゃんから。はい、では、いきます。はい、私の、なんだ、初出し情報は、はい、こちらです。じゃじゃん、見えます。幼少期は笑顔少なめ、うん、でもって書いてます。でも何でしょう。え、あ、ここはシンプルに、小さい頃本当に笑わない子供だったらしくて、うん、そうなの、めっちゃ意外。そう、赤ちゃんの頃もずっと無表情。え、でもさ、今めっちゃ笑顔が可愛いって、ね、そう、だから最近かもしれない、笑うようになる。大きくなってからかな。すごいね、本当に笑わなかったみたい で、 でも、うん、小さい頃、本当に結構小さい頃、幼稚園とかの時に、幼稚園ね、うん、そう、お母さんとかと一緒に寝てて、急に寝ぼけて、夜いきなりなんか立ち上がって、めっちゃキレキレのダンス踊ってたんだって。見てみたい。なんか動画とかないの？ね、動画私は見たかったんだけど、ね、お母さんも絶対みんなも見てみたいって思ってるよ。びっくりしてたから、多分撮る場合じゃなかったんだけど、うん、すごい、だからその頃からきっと踊るのが好きだったんだろうなっていうので、うん、これが初出し情報です。もう本当にあれだよね。うん、小さい頃からもうずっとダンスやってきたって感じなんだね。だから赤ちゃんから、ね、赤ちゃんからお腹の中でも踊ってたのかな。かもね。すごいキレキレだったんだって。だから、びっくりした。見たい見たい見たい。私も見たい、とかの自分。よし、じゃあ愛ちゃんの、はい、お願いします。じゃあ私の初出し情報はこちらです。はい、お、理系女。わあ、理系女、理系女。私、そう、理系女を目指してて、おう、で、すごい、理科がすごい好きで、うんうん、なんか実験とかもいろいろやったことがあって、うん、なんだっけな、例えばなんか二酸化炭素発生させる実験とか、おう、すごい、だからそれが大好きで、ちょっと今日はゴーグルを持ってきたんです。びっくりした、これ本当に急に。あの、これでいつもこれと白衣を着て、で、ちゃんと、そう、ちゃんと白衣も着て、あの、実験をしてます。すごいね、似合ってるの。意外すぎるかも、それは。意外、うん、あ、自由研究とか何やったって。
自由研究ね、うん、恋の歌、私最近自由研究とかやってないの？やってないか。なんかね、うん、でも私が印象に残った自由研究は、うん、パスタが、うん、なんかね、なんかの液体のを入れると、うん、緑色に変わって、みたいな、緑色だったかな、そうパスタみたいな、スパゲッティが色が変色するっていう仕組みがあって、うん、それがびっくりして今も印象に残ってます。すごいね、理系女だね。実験すごいやるんだ。そう、趣味実験、趣味実験にしようかな。趣味実験すごい。でそのね、白衣が怖いよ、なんか、うん、白衣をね買ったんですけど、うん、本当そう、一番小さいサイズを注文したつもりなんだけど、うん、なぜか LL サイズ頼んでて、もう今すごい大きすぎてダボダボにこれで実験してます。マナ、うん、ちゃんもつけてみる、あ、じゃあつけようかな、せっかくなら、うん、どうですか、どうですか。でもね、つけたよ授業で、こういうのは。そう、なんか目を保護する、うん、液体とかから保護する役割みたいなので、うん、すごい本格的だね、アイちゃん、ありがとう。みんな可愛いって言ってるよ。本当可愛い。あ、白衣姿ブログに載せてたんで。え、今日着てくればよかったのに。そうなの、それ迷ったんだけど、さすがに大きすぎるし、うん、まあ、どうかなと思って。LL はちょっとさすがにそうでかすぎた。じゃあ、2週目行ってみる？ちょっと待って、2週目ある。そう、せっかくならね、僕はペディアどんどん増やしていきたいから、情報あるかな。ないないない、難しいよ。難しい、私ちょっと1個書いてみていい？いいよ。じゃあ、さきまなちゃんに発表してもらって。あ、OK です。一回やってみようかな。じゃあタイトルはもうシンプルにいくか。うん、ペディア、何でもいいんだよね。うん、皆さんが知らない、初出しじゃないけどいいかな。あ、いい、いい、意外って思うこととかでもいい。あ、オッケー、うん、改めて書いてみてもいいか。よいしょ、じゃあこれにしてみます。どうかな。オッケー、書けました。2週目、はい、じゃあこれどっちから。私もから行くか。オッケー。じゃあまなちゃんから行きます。はい、どうぞ。どどん。シンプルにタイトルは好きな番組です。皆さんは何だと思いますか？私の好きな番組何だと思う？何？なんかお笑いとか？意外なものをよく見てて。お笑いとかじゃなくて。じゃない。なんか私すごいよく見るのが警察24時とか。好きなの。そうなんだ。そうで、とか、あの空港税関のお仕事に密着してる番組とかもよく。警察官が好きなの？うん、なんかお仕事にすごい興味があって、なんか大変そうなんだけどすごい見るのが好きで。かっこいいよね、すごい、うん、私もちょっと意外かもしれないですっていう。確かに意外かも。情報です。もうみんな意外。あ、ほんと、あ、すごいいっぱい。あ、でも結構好きな方多いかもしれない。お、あ、みんな好きな。そうだね、うん、だね。そう、違う世界楽しい。そう、結構見ちゃいます。じゃあ、愛ちゃんの初出し情報まで。じゃあ私言っていい？はい、どうぞ。私の初出し情報はこれです。はい、え、釣ってください。そう、釣ってくださいって、うん、あのよく言われるじゃん、握手会とかでも、うん、ね、この昨日とかも結構言ってくれたんだけど、うん、でも困っちゃって、うん、で特に一番初めにお話し会があった時に、うん、釣ってくださいって言われたの、うん、で意味が分かんなくて、うん、で残りがね、もう本当に30秒の中で、うん、最後の方に釣ってくださいって最後に言われたから、もう3時間で考えないといけなくて、うん、意味なんだろうと思いながら、うん、お仕事頑張ってくださいって言ったの。あ、そうなの。そう、多分意味全然違ったよね。そう、あ、いや、でもでもあれ、心に届いてるかもしれないから。本当に申し訳なかった。え、私も釣ってくださいでやらかしたことは一回あって、ある、ね、それこそ私も初めてで分かんなくて、うんうんうん、あのこれしました。あ、釣るね。
わかんないよね。そっちの釣りやっちゃったから。でもね、未だにね、どういうことを言えばいいかわかんなくて。え？なんて言ってもらえてほしいのかな、みんな。あ、どういう今ですよ。今コメントで書いてください。釣って。お、釣ってできてる。嬉しいのかな。うん。うん、でもなんかね、好きになりなさいとかの方が嬉しいのか、なんかなんて言えばいいのか迷うのから、うん、教えてほしい。でもお仕事頑張ってくださいも、すごい癒されるって書いてくださって、あー優しい、みんなありがとうございます。あ、好きになりなさい、おい、好きになりなさい。そう、私も言う、たまに言う、言います。じゃあ一緒に言うか。え、じゃあまずマナちゃん一人。なんでよ、なんであいちゃんのでどんどん言ってくださいみんな見たいって、マナちゃんのね、ぜひ握手会へお越しください恥ずかしがる。愛ちゃんも、愛ちゃんもダメだ。ん、握手会の時に行ってあげてください。あ、じゃあ取っとく、うん、じゃあその時までに取っといてぜひ握手会来てください。あと福岡がグループ握手会だから。そうだね、うん、だから来てください、ぜひ。うん、待ってます、言います、愛ちゃんも言います好きになりなさい、言います、はい、行っちゃおうかな、行っちゃうかな、はい、はい、というわけでね、2週目終わって、ね、じゃあとりあえず僕のメディアはここまでです、はい、じゃあ続きまして、はい、続きまして、はい、こちらの企画、はい、僕はミーゲーム。今日は何のゲームでしょう。私たち2人でチームワークが必要なミーゲームに挑戦するコーナーです。はい、クリアすると素敵なご褒美がもらえます。わー、頑張りましょうね、頑張ろう、うん、ご褒美絶対欲しいからね、うん、今回はスーパーボールキャッチというゲームに挑戦します。はい、1人がスーパーボールを投げて、うん、で机、この場合だったら机かな、机に大きくバウンスさせた後、うん、もう1人がそのスーパーボールを紙コップでキャッチできればクリアです。紙コップか、難しいかもね、ちっちゃいじゃん。でもこれでボールがこのぐらいだとして、このぐらいでしょ、うん、入るんじゃない、意外と簡単に入るかな、ドキドキで。あまりにもバランスが小さいのはそうだね、簡単すぎるからこれはアウト、うん、で、うん、ちょっとスタッフさんに審査してもらいます。そうですねお願いしますお願いします。じゃあどっち投げようかな、投げてキャッチするか。そうだね、役割決めないと。そうだね、どっちがいい、なんかやりたいとこある。キャッチするの結構私苦手だから。待って、私も苦手かも。あ、ほんと、じゃんけんする。あ、そうする、いいよ、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃあ投げます。はい、じゃあまなちゃん投げて私が紙コップでキャッチする感じでいきます、うん、はい、じゃあまず机の上片付けちゃおうか。あ、ありがとう、うん、よいしょ。そうだね、球技とか得意、球技苦手なんよ。だから投げるのも多分ちょっと危ういかもしれないけど。あ、そう、あ、どうだろう ね、 ね、成功するといいね。ご褒美欲しいもんね。そう、頑張りましょう。ご褒美ね、私たちが頑張っ、ね、2人で考えて、そう、もらう、考えたご褒美だからもう絶対欲しいね、楽しみだ、うん、頑張りましょう。じゃあ、ん、ほ、あ、じゃあ移動しようか、ちょっと立って、どこす？あ、椅子、椅子？椅子の上に置いちゃおうか。このゴーグルもちょっと置いとこう。ゴーグルかけな？かけないよ。え、かけ、あ、私あれ変なとこ投げちゃうかもしれないから。ん？変なとこ投げちゃうかも。目に当たったら危ないから。かけ、そういうこと。逆に見づらくなったりしない？これ。どう？大丈夫？ちょっとぼやけるかな。ちょっとぼやける？やばいかな。どうしよう、どうしよう。じゃあ一回これでやってみよう。一旦やってみる。ボールはね三種類あって。うん。どれがいいと思う？ちっちゃいの方が、ちょっとどれがいいと思いますか、この中に。ちっちゃい方がいいのか、小さい方が入、こうやってバウンスさせて小さい方が入りやすいか、うん、大きい方が入りやすいか、どっちだろう。この中で皆さんどっちがいいと思いましょう。こんな感じです、3択かな。へえ、どっちがいい、どれがいいかなゴーグルゴーグル活躍しちゃった。あ、中間、真ん中だって。これ、これで一回やってみよう。一旦それで、じゃあ投げてみね。オッケーオッケー。じゃあ一旦これって何回も挑戦しちゃっていいんだよね。うん、何回もちょっとやってみよう。いきます。バウンドだよね。うん、いくよ、うん、せーの。おい、待って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 、おう、ちょっと
ってたんで。あ、愛ちゃん。センスあるもしかして私。ん？あ、手前すぎた。手前すぎた？あ、じゃあちょっともう一回。厳しいコメントいただきました。でも丸はいただいたから、うん、ちょっと。近すぎたんだね。やってみよう。挑戦。そうだね。ここら辺でキャッチしよう。いや、動かしていいからね。うん。せーの、はい。待って。私もしかしてセンスありますかこれ？なんか思ったんと違う。あ、交代します。じゃあ次。もしかしたらね、私もやるわこれ。あ、オッケー。もしかしたら私がちょっとセンスありすぎて、マナちゃんはができなかったのね。これでできなかったらセンスが私があるってことだから。何のセンス？キュウリセンス。キュウリセンス投げてないよ。え、じゃあ違うので挑戦してみる？え？あ、ボールさ大きいのしてみる。そうだね。うん。それで私キャッチしてみる。オッケー、これでキャッチお願いします。こっちにしよう。よし、どうぞ。ありがとう。あ、じゃあ行きます。はい。いい？怖いな。気をつけてよ、力加減。オッケー。もう私のセンスの問題じゃなかったねこれ。できたね。思ったよりできた。どうしよう。困っちゃった。ありがとう。ありがとうね、ゴーグル。二人ともセンスあった。あれ低すぎたかな、バウンド。ああ。すごい。ちょっと待って。二つ投げ、二つキャッチっていう指示が来ました。ちょっとこれは難しいんじゃない？ちっちゃいのと大きいので2つ。え、じゃあ待って、投げてみて。え、じゃあそうする。そう、OK。 じゃあ2つマナちゃんが投げてくれるので、はい、それを、あ、紙コップね、2つ。こうやって。あ、2つでか。そう、紙コップ2つで。同時ですよね。この2つで同時にキャッチします。いけるかしら、これさ。大丈夫かな。これいけたら才能あるってことだもんね。で、左手動かないんだよ、思う通り。いきます。いくよ。うん、せーの、はい。あー、全然できた。さすがに。あー、さすがにできた。さすがにこれ難しい。ちょっともう一回やっていいですか？チャンスください。やってみよう。いきます。いくよ、うん、せーの。でも丸いただいた、うん、ちょっと一回取りに行っていいですか？あ、いいよいいよ、あるよ。あ、ある？もう一回あるよ。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。まあ、成功ということで判定をいただいたので。ありがとうございます。はい。あ、ごめん。大丈夫。よし。楽しい。ね、なんか楽しい。あ、ありがとう。待って、久々にスーパーボール触ったのかも。あ、確かに。うん、スーパーボールすくいとかやった、お祭りで。やった。あれ結構私取れるんだよね。え、ほんと？うん、すごい。やりたいな、久しぶりに。あ、めっちゃ投げてくれてる。待って、ご褒美がやってきました。あ、ありがとうございます。あ、やばい、かわいい。すごい。待って、見てください、これ見えますか？じゃあトゥンカロンをいただきました。かわいい、かわいい、かわいい。やった。え、すごい、見て、空じゃない？こっちの。かわいすぎる、うん、待って、うさちゃんと。え、かわいい、ありがとうございます。やった。待って、よかった、めっちゃ嬉しい、ね、成功してよかった。ありがとうございます。ではこれは後でゆっくり食べます。味わってね。うん、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。やった、よかったよかった、成功して、ね、一安心です。やれば、ありがとうございます。よし、じゃあもう一回ちょっと、あ、ありがとう、失礼します。危ない。トゥンカロンね、ずっと食べたいって思ってたから、うん、前回もゆきちゃんとショールームやった時、マカロンってお願いして。あ、そうか、本当にマカロンが大好きで。ごめん、あ、2回目。いや、違う本当に大好きすぎて、マナちゃんにもトゥンカロンでいいって聞いたもんね。あ、そうか、え、大丈夫、2回目です。ごめん、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。よかった、私も大好きなの、マカロン、嬉しい。いや、やったね。ではゲームはここまでということで、ね、以上、あ、せーの、僕はミニゲームのコーナーでした。ありがとうございます。もう一回、よし、ゲーム終わりです。ありがとう。あったね。ではでは、じゃあ
最後かな、これで。あ、コメント読みか。皆さんからのコメント読んでいきたいと思います、うん、ね、みんなたくさん送ってくれてるから、ちょっと質問とかね、何でもいいので送ってください、うん、送ってください。トゥンカロン知ってますか皆さん、ね、私もあのマカロンとトゥンカロンの違いまだ未だに分かってない、ま、うん、え、トゥンカロンってさ、うん、マカロンに絵とかが書いてあったり、うん、あの、あ、そう、さっきはさ、うさぎちゃんの、うん、だったけど、その多分デザインが、あ、デザインなの、アレンジ加えられてるのがトゥンカロンだと。本当に、うん、え、そうなの、いや、わかんない、あ、そうなのかな、皆さん正解を知っている方いらっしゃいますでしょうか。もし間違ってたらごめんなさい。でも確かにそうだね、トゥンカロンって結構華やかかも、1個が大きくて可愛らしいイメージが、うん、太っちゃのマカロンって意味じゃないって。ああ、クリーム確かに挟まってるね、なんかすごい、 あ、そういうこと、クリームが挟まってるのがトゥンカロンなのかな、なのかな、うん、わかんない、なのかしら、わかんない、わかんない、わかんないです。まあでも美味しそうだったから、うん、いや、ね、楽しみだ、うん、あと他質問とかありますか、ありますか。スクショタイム欲しいとのことです。スクショタイムね、ちょっといいですか、髪の毛の私も直しますね。どういうポーズがいいのかな、うん、あいちゃんよくやるポーズってのある、ブログとか、ブログとか特に、なんかね、ポーズ難しくない、なんかピースとかにしがちだしさ、うん、あ、確かに髪型アレンジ見たい、え、あ、ツインテ、アイちゃんのツインテ好きなんです私。じゃあやってこんな感じ、ツインテル低めなのか高めなのかに、低めじゃない、低めかな、長さリアンぐらい伸ばさないと高いのでき、あ、かわいい、どうですか、かわいいです。マナちゃんはでその長さちょっと難しいかな、私はこの長さは厳しいんじゃないかな。じゃあこれでスクショタイムやってみる、ツインテでできる、マナちゃん押さなくなっちゃうかもどう、ん、押さない、かわいい、かわいい、かわいい、みんな絶対かわいいって言ってるよ限界です、これが短かった、どうでしょう、ほらみんな可愛いって、マナちゃん可愛いって言ってるよありがとうございます。もうね、もうこれでね、もうマナちゃんのこのツインテールを見てみんなもう幸せだからアイちゃんもねウサちゃんみたい、さっきのツインテール、うん、うん、高めも見てみたいかも、いつかアイちゃん、あ、高め、ね、ここで結ぶ、ここでもっと髪の毛伸ばさないとな、そうだね、すごい、他にはありますかね、ありますか、うん、ありがとうございます、みんな可愛いって言ってくださっている、ね、姉妹の絡みだって、姉妹か、嬉しいあ、あ、全国司会愛知行きましたって、 ありがとうございます。他に行ったっていうこといますか、お、うん、でもみんな結構大阪か、確かにもうたくさん来てくれて本当嬉しい、ありがとうございます。なんかさ、あ、そう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 そ う, そう、これ言いたいの、はい、あのね、はい、今青空組のね、うん、お話会なの、あ、そうだ、今そうだから、そうださっき送ってくれた方で今日お話会行ってくるって方がいて、そうだ、あ、そうか、行ってくるって、ありがとうございます。どんな感じなのかめっちゃ気にならない、ね、気になる一回ね、うん、メンバーのそう、行ってみたい、すごい行ってみたいですよね。あとね、あれ、雲組は22日か、そうそうそう、話会あるので、うんうん、楽しみです。話会しながら見てくれてる方も、あ、そっか、うん、ありがとうございます。え、アミちゃん行ってきたとかって言って、アミちゃん行ってきた、どんな話したのか言ってたら、そう、行きたいんだよね、メンバーの、なんかね、行ってみたくて、私たちが、この配信をしてる私たちが、うん、お話し会、メンバーのお話会行ってみたっていうドキリをしたいってマネージャーさんに言ったんだけど、うん、却下された。うん、ダメだよねえ、そう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 ドッキリ面白そうですよね。え、こっそりこっそり、もうプライベートでやりな、もう趣味で変装して声変えて、ね、ボイスチェンジャーで変えてってやりたいな、やりたいな、
どんな感じなんだろうね。ね、どんな感じですか。お、くも組単独ライブ最高だったよって。うん、ありがとうございます。ありがとう。楽しかったね。ね、ライブ。めっちゃ褒めてくれる方がいて嬉しい。ありがとうございます。コメント読むよ。はい。あ、おやつ袋の中身について詳しく聞きたいです。うん、いつも持ってきてるよね。うん。私ね、チョコ、アーモンドチョコいつも持ってきてて。箱でさ、そう、たまに、あ、でもグミあげてるの、あなたには。そうだ。なんかね、まなちゃんのお菓子袋のサイズが、うん、これぐらいなんだよね。いや、もうちょっとこれじゃわかんない。巾着だ。巾着これぐらい？ちっちゃい。もう少し大きい。こんぐらいです、広げたら。え、でも結構小さいんだよね。そう、割と小さくて。なのに、そこにめっちゃ詰め込んでるの。もうなんか、もうガタガタになってすごい。なんで入ってるのぐらい。そんなに入ってるのぐらい入っててびっくりしちゃった前。そう、甘いのとしょっぱいのと爽やか系のグミとかとっていっぱい詰めて、そう持ってってます。レッスン中に。あいちゃん好きなお菓子は補充しとくよ。え、本当に？うん、チョコ、チョコがいい。チョコがいい。グミも好きなんだけど、うん、あ、私ね、ハードグミが好きなの。硬いグミ。ハードグミか。え、そうなの？ハードグミ。意外な感じ。え、そう、うん、柔らかいのが好きそう。好きそう。あの優しいなんだ、果物のグミとか好きそう。あ、それも好き。もう全部好きなの。うん、じゃあハードグミということで補充します。やったやった。業者じゃんってきた。確かに確かに。補充して。うん、そうだ、状態起こし。あ、そうだ、そう、今なんだっけ、な、何状態ファンクラブの、ファンクラブ会員の方、コンテンツで、そう、コンテンツ、コンテンツ、うん、で状態起こしの運動、なんて言えばいいの、体力測定。そうそうそう、体力測定をやってるので、はい、ぜひ見てください。ぜひ見てください。ちょっとね、まなちゃん、まなちゃん、大丈夫。ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないので、聞きたくない人は耳塞いでもらって。ダメよ、言っちゃダメ。いい、ダメダメ、言っちゃダメ。ちょっとダメ、 NG もらっちゃった。ダメです。そう、言いたいことがあった、ね、意外な結果かもしれないので、ぜひご覧ください。見てね。コメントでもダメですよ。ん、ネタバレしちゃダメですよ。ネタバレしてる、みんな内緒です。では内緒だ、ね、あっという間にエンディングです。そう、あ、こっちだった、こっちだった、ね、エンディング。はい、もうね、うん、あっという間だったね。あっという間だったね。楽しかったです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、ね、いつも2人でよく一緒にいるから、うん、そのまんま素のありのままの感じをお届けできたかなって。楽しかった、うんうんうん、すごい楽しかった、ね、楽しかったです。もうあっという間だった、本当に、うん、ありがとうございます。はい、はい、でですね、最終ランキングトップ5を確認していきたいと思います。やったー。よし、じゃあドキドキ。いやー、あ、ではでは、5位から順番に発表します、うん、せーの、5位はかーくん。かーくん、かーくん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そしてそして4位、うん、これまなちゃんに言っても、はい、言ってもらう？私一緒でもいいよ。4位はとがまるはまなちゃんを愛してるんですか？はい、愛しています。ありがとうございます。はい、そして3位はせーの、のりぼうさん。のりぼうさん、ありがとう。はい、そして2位はせーの、読める？せーの、かずきさん。かずきさん、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 ありがとうございます。まなちゃん推しの方、ありがとう。そして1位はじゃーん、なっさーん。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとうね、今日たくさん見てくださってありがとうございます。ありがとうね。はい、というわけで、ありがとう、ね、番組ハッシュタグはハッシュタグ僕はショールームなので、配信終了後も感想などぜひ投稿の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいですね、楽しかったですね、本当に本当に。
たくさんお話できたので、また次福岡の握手会とワンマンライブ、そうワンマンライブ、明後日のワンマンライブすごい楽しみだね、本当に皆さんも期待してぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。じゃあもう最後コメント読んでみる、もう一回読みましょう。あ、もう OK、はい、OK です。じゃあ、はい、じゃあ次回のショールームについて、はい、お知らせします。次回のリレーショールームは4月9日火曜日18時からです。はい、配信を配信を見逃さないためにも画面右上だってのハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。こっちはこっちか、こっちです。こっちだ、こっちにありそうです。はい、ここで次回出演するメンバーを発表します。いや、誰でしょう、誰でしょうか。次回の出演メンバーはせーの、青木優穂ちゃん、萩原ここかちゃんです。楽しみ。え、あの二人どんな感じなんだろうな。え、ね、でもちょっとあんま分かんない。ちょっと面白そう。え、ね、めっちゃ面白いと思います、うん、いつもでもよく話してるの見るから、ね、うん、でもね、ゆったりまったり配信になりそう。あ、確かに。ていうかこっかちゃんも穏やかって感じだよね。穏やかだね、楽しみです。ゆうほちゃんも穏やかって感じ、穏やかだね。楽しみ、どうなるのか、うん、ぜひお楽しみに。楽しみにしててください。ください。はい、というわけで、はい、今週僕が見たかった青空リレーショールームはもう終わりです。終わりです。楽しかったです、ね、すごい、ね、ありがとう、みんな見てくれて本当に。ぜひぜひ次回もご覧ください。はい、というわけで今日のお相手は木下愛と持永真奈でした。さようなら、またね、またバイバイ、また今日はありがとう、ありがとうございました。